ベンジャミン・リンカーン・ロビンソンベンジャミン・リンカーン・ロビンソンベンジャミン・リンカーン・ロビンソン1864年11月8日から1935年7月27日はアメリカ合衆国の植物学者であるロビンソンはイリノイ州ブルーミントンで生まれた1887年にハーバード大学を卒業し同年6月29日にマーガレット・ルイーズ・キャッソンと結婚 夫婦でヨーロッパに渡った。ストラスブール大学のヘルマンズ・ソウルムズ・ラウボック教授のもとで植物解剖学を学び、1889年に博士号を取得した。翌年の秋彼ら夫妻はアメリカに戻った。経歴のほとんどをハーバード大学のグレーハーバリウムのキュレーター、学芸員として過ごし、1935年ニューハンプシャー州ジャフリーの別荘で亡くなった。 ハーバード大学ハーバリウム1891年、ロビンソンは、ハーバード大学、グレーハーバリウムのキュレーター、セレーノ・ワトソンのアシスタントになり、1892年ワトソン死去の際に、キュレーターに任命された。1899年、グレーハーバリウムの名の元となった、ハーバード大学植物学科創立者、エイサ・グレーの功績を称いて、記念教授職アサ・グレー。 プロフェッサー・オブ・システマティック・ボタニーが創設された際には、その初代教授に任命された。彼は1899年から1928年までの間、ザ・ニュー・イングランド・ボタニカル・クラブが発行する学術誌であるロードラの編集者であった。B.L. ロブは、植物の学名で命名者を示す場合に、ベンジャミン・リンカーン・ロビンソンを示すのに使われる。 ありがとうございます。